ダウェイは、ミャンマー南東部の都市で、タニンダーリカン区の中心都市。以前は、タボイと呼ばれた。首都ヤンゴンから南におよそ600キロメートル、ダウェイ川の北岸に位置する。人口は2004年の推計で139,900人。ダウェイ川三角港に築かれた港町であるため、モンスーンの時期には、洪水の被害に遭いやすい。ダウェイという地名は、モンゴで、 結果不座を表す語に由来する。文語の世界起源に関する書物によればある時シャクソンは、現在の他人ーリカンクに来て、空中で結果不座を行ったが、その下がこの地であった。なお、文語はビルマ語に借用されて、トックバイ、tw、テウェイと添加し、動詞トックバイ、フバイク部、tw、pwk、wa、テウェイプエクウェイ。 結果、不座するの語源ともなった。ダウェー川の河口には、昔から、モン族、カレン族、タイ族などが暮らしてきた。現在の市街は1751年に、アユタヤ王朝のさほど重要でもない港として建設された。それから第一次英ビルマ戦争の結果、イギリスに併合される1826年まで、シャムとビルマが交互に支配し続けた。 2010年に、イタル大社が、ダウェイ港をパナマックス化する新開港建設事業を受注したが、計画段階に止まっている。南部経済回路ーチミンシップノンペン、シアヌークビルバンコク、ダウェイ特産品として、ダウェイロンジーという民族衣装や、ゴム、紐の、チークが挙げられる。カシューナッツやビンローも、中国のトレーダーを通じて、インドやタイに輸出されている。また、 パイナップル、マンゴー、マンゴスチン、そして果物の王様ドリアンなどのトロピカルフルーツの産地としても知られる。ダウェイではこれらの果物をまとめて人気と呼ぶ。近郊のマウンマガン村にはミャンマーでも人気のビーチがあり、植民地時代にはイギリス人の避暑地となっていた。市外から車で数時間も行くと多くの温泉地がある。ダウェイから車で三十分ほど行くと ミャンマー南部最大であったネハンブツがある。最寄りの都市は、イエピューは、例えばタイのノンタブリーケンパークレット郡クリアンの方言では、KCO、ザスの他に、TA、フスという動詞の後にも見られ、ザワイ、タワイと発音されるが、モンゴには公式に定められた、標準語というものは存在せず、これらの発音はあくまでも一例に過ぎないということを留意されたい。 ありがとうございます。